今回はモンスト9周年初日のイベントが全て終わりましたということでやっていきます。モンストボコボコ会というわけで、まあいいところ、ベタ褒め動画はこの数時間前に出したんで、今回はひたすらにね、ここが不満だぞっていうところを点、まあやっぱりいいところだけじゃなくて悪いところもいろいろ伝えていこうかなと思います。まあどんなゲームにも完璧なゲームって存在しないんで、まあ悪いところは絶対あるから、10周年に向けて、まあいろいろ改善されたらいいなと思いますね。それじゃあ、やっていきます。で、去年もね、実はこんな感じの動画出してて、モンストの不満点をめちゃくちゃに言いまくってたんですよね。で、その中で、ここ1年かけてかなり治ったなーって思ってるところは、こんな感じ。まず一つ目は、キャラの使う場所もっと増やしてほしいよねって言ってたんですけど、それは、裏近畿とか天魔とか、絶級トーナメントとかで、高難易度とか、あとは中難易度くらいはかなり増えたんじゃないのかな。あとは、リセマラがね、めちゃくちゃにきつかったんですよね。昔はオーブ2個リセマラとか。だけど、高速リセマラだったり、人気投票ガチャだったり、あとはウェルカムクエストが追加されたりで、この辺もかなり改善されたんじゃないのかな。あとは、素材の集めるのもかなり厳しいよねって言ってたんですけど、亀タスの、上昇量2倍とか、あとはスタミナ減ったり、ドロップ率アップとかで、この辺もかなり改善されて、ほぼほぼ改善もしなくていいんじゃないのかなぐらいのラインにはかなりたどり着いてると思うんですよね。だからこの辺はもう私全く文句ないんじゃないのかなと思ってる。それ以外はまた色々あるんで話していこうかと思います。で、モンストここが物足りねえなって思った時に何一番最初に思いついたかっていうと、これ、守護獣。もうね、これは毎回こんな感じの動画作ったら毎回言ってる。私ほら、もう全然進んでも、最初だけを頑張ったの。動画でなんか守護獣作りましたみたいな動画作るために、それ以外はもうね、もう疲れた。やってないし。楽なやつはたまに気が向いた時にやるけど、基本的にやっぱちょっとやることはほぼほぼないよね。だから、これもね、本当にそろそろもう実装されて1年半以上経つ。もう2年経ってもおかしくないから、直してほしいと思ってるんですよね。で、直す内容を、ドロー率2倍キャンペーンとか、モンストの日の対応もこれのどっちかでもやってくれたら、もうかなりの文句は減ると思うというか、むしろ、コラボやってきた時に、毎回毎回絆のかけら排出率2倍なんてできるんだから、普通のね、守護獣でできないわけがないからさ、誰かしらがさ、絶対上で止めてるんですよね。いやいや、まだやんなくていいでしょ、みたいな。うるせえ行こうって誰か早くね、声をかけてほしいんですよね、このドロー率2倍キャンペーンの。なんで、その辺は早くやってほしいかなと思ってます。そして2つ目、紋章ですね。紋章もね、やっぱりまだまだ改善の余地はかなりあるんじゃないのかなと思ってる。私も今やっとね、これ2個目の確か紋章が実装されて1年半ぐらい経つんだっけ。だからやっとそろそろ開けてもなんとかなるかなくらいのラインにはたどり着いてるけど、まあやっぱり私ちょっとワンパン動画とかで根気使うんで、今はちょっとまだ余裕持ちたい状態になってるかな。だからまあワンパン動画とかでちょこちょこ使ってるとはいえ、やっぱりね、根気は全然たまらないですね。付け替えとかしてたらマジで消し飛ぶから無理やり使ってるとかもかなりある。だから、まあ、やっぱり去年もなんかこんなことは言ってたような気がするけど、今期の集める手段なんかいろいろ増やしてほしいよねみたいな。去年は確かログインボーナスでなんか追加してくれたら嬉しいなみたいなことは言ってたような気がする。あとは新規の人、結局私って毎日毎日ほぼほぼ逃さずちゃんと稼いでるからこれぐらいあるけど、新規の人なんてないじゃん。ゼロスタートだからマジで今期、まあ、ノマクエとかで多少はもらえるだろうけど、全然やっぱりないから、なんかある程度のなんか貯める手段みたいなのは欲しいよね、みたいな。だと、さらにね、紋章力。まあ、今でこそ私は、いろいろ運極作って、それぞれ今1万4000とか5000近くあるけど、始めたての人なんてこんなん全部ゼロだから、なんか、ちょっと補正かける手段はね、あってもいいんじゃないのかなって思うんですよね。一応はモンスポットが修正されて、なんか紋章のスポットプラスアルファでなんかつけられるから、そこである程度のごまかしは効くだろうけど、結局、なんか3000とか5000とかいるようなやつもあるじゃないですか。だからその辺はね、やっぱ、たどり着けないのかなり難しいんで、なんか、ちょっと欲しいよねみたいな。これはある気がする。なんかどういう手段かは、ちょっと運営さんに考えていただけたらなみたいなことをちょっと思いますね。そして次は、こちら。獣神化怪について。まあ、今は毎週毎週モンストニュースで獣神化怪のキャラって増えてると思うんですけど、まあこれ昔から言ってるんですよね。そろそろ表面化してきてもおかしくねえんじゃないのかな。こんなんなりそう。野良マルチで人を募ったら、獣神化怪のキャラが集まってきて、誰も発動してねえじゃねえかみたいな。もしくは、誰かだけ発動してないみたいな。そんな感じのパターンもね、将来、もっとこれから先、毎週毎週獣神化怪していくんだから、こうなるリスクはだん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 上がっていってると思うんですよね。なので、これの改善も、結局ソロだったらさ、ある程度なんとか、まあ、このキャラダメなのかみたいな、修正聞くけど、野良マルチとかで人募ったら、こうなったらもうおしまいじゃないですか。誰か抜けろよみたいな。なんか押し付け合いみたいなのが、やっぱり始まっちゃうんで、
なんかこの辺の改善手段は結構欲しい気がする。まあその辺私が個人的に思ってるのは、さっきのこの、その揃った状態からなんか編成を変えられるような手法、なんなら例えばなんかキャラクター3体をセッティングしといて、シュッシュッシュッってスライド、横にスライドしてなんかチェンジするみたいな、そんなんあってもいいかもしれないかな。まあそれかもっとコネショックで、コネショはまだ多分ね、みんな1個しか持ってないから、本当に最速の人でもなので、まあ、もっとコネショ配るかなんかいろいろ手段しないと、もうこんなんなっちゃうのは本当に近い未来マジでありえそうな気がして怖い。なのでまあいろいろなんかその辺の改善はしていただけたらなぁと思いますね。で次のやつは、私この1年間でいろいろ思い始めてきたんですけど、コラボの超究極ってむずいよね。最近さ、追加超究極が本当に当たり前になってきてるから、1個目の超究極はちょっと簡単気味だけど、2個目のやつはマジでむずいと思うんですよね、初心者の人にとっては。だから最近だとジョジョコラボのプッチの追加とか、あとカイドウとかフガン&ムガンとか、もちろんそのモンストの全ての難易度で比較してたら、この追加超究極って大体中の上から上のゲーぐらいの難易度だと思ってるんですけど、それでもやっぱり始めたての人にとっては適正4体いても難しいクエストだと思うんですよね。だからこれをね、まあその野良マルチで助けてもらうっていうのがまあ一番いいかもしれないけど、なんかその助けて、その助けてもらう側もさ、なんか何のメリットもなしに助けようとは基本的には思わないじゃないですか。なのでやっぱりちょっと欲しいの、こんなんどうすか、豪傑勲章のコラボバージョンみたいな、一回はねやってみても面白いかなと思うんですよね。ちなみに豪傑勲章が一体何かっていうと、これ豪絶なんですけど、豪絶ポイントがマックス、いわゆる豪絶運極になってるストライカーの人が、その豪絶まだその全然運極できてないよっていう人をお手伝いするとポイントがもらえるんですよね。でこのポイントが溜まっていくと、こんなちょっとド派手なその豪絶キャラの勲章っていうのがあるんですけど、これのコラボバージョンみたいな、なんかそのもうすでに勝ってる人が勝ってない人を手助けして勝たせてあげると、なんかこういうちょっと周囲が派手になったなんか勲章みたいな、そんなんもらえてもいいんじゃないのかなみたいなのは思うんですよね。ちょっと一回やってみて、ちょっとどんな感じの評判になるかみたいな、一回ねなんかそういうちょっと手助けみたいなのやってほしいなって思うんですよね。まあカイドウとかでも結構言われてたし、あとはちょっと前だと鬼滅の刃の無惨様のクエスト、あの辺は本当に阿鼻叫喚だったから、なんかこんなんはあってもいいんじゃないのかなみたいな。まあそれか普通に、アイテムとか配るとちょっと差が出そうだから、やっぱり勲章とかが一番無難なのかな。なんかこんなんはあってもいいんじゃないのかなと思いました。そして次、これ限定降臨の復刻なさすぎ問題。コラボとかはまあやっぱり作品の都合だからしょうがないにしても、最近ってさ、モンストの限定のイベントって結構あるじゃないですか。まあ最近だとやっぱり一番直近なのはパンデモニウムもそうで、光の冒険もそうで、あとアルファシリーズの限定もそうなんですけど、結局モンストってコラボが復刻しないのはまあしょうがないとしても、こういうなんかモンストオリジナルの限定降臨の復刻が全然ないのはちょっと気になるところなんですよね。だから結局今パンデモニウムはマジでやばいから運極できるだけ作りたいよねって言ってるけど、これ作れなかったらもうおしまいじゃないですか。だからなんかね、そこはやっぱりちょっと復刻だったりなんかいろいろしてほしいかなと思ってる。だからまあ一応これ一番お手軽なのは復刻っていう手段なんですけど、個人的にはこっち、ラックを上げるアイテムっていうのをなんかちょっと実装してもいいんじゃないかな。でこれはやっぱり例えばパンデモニウムとかだったら、今やっぱりその5属性全適性持ってないから、3属性が私の限界です、60体が限界でしたみたいな人でも、こういうなんかラック上げるアイテムみたいなのをなんか毎月毎月近畿でもなんか覇者でもいいからなんかもらえるようにしておけば、あれじゃないですか、その60からあとはちょこちょこやるみたいな、なんかそんなんもあったりする。結局モンストってラック1と運極でマジでレベルが違う、むしろ98と90が極みでマジで世界違うレベルになってくるんで、やっぱりそのなんかラック上げるアイテムっていうのはあってもかなりいいんじゃないかな。だからこういうのも結局もう、いやもうどうあがいても私運極作れねえから、もうじゃあ1体確保でいいやみたいな、そんな感じの人も、例えばこういうアイテムがあったら、あーじゃあ勝てる分だけ勝ってとりあえずラック60とかラック70までは頑張ろうかなみたいな、であとはアイテムで底上げみたいな、そんなんもできるんで、まあそれもそうだし、あとコラボのなんかちょっと見逃しちゃってたみたいな、そんなんもあったりするから、それのなんか解除もできてなかなかいいんじゃないのかなと思ってるんですけど、ラック上げるアイテム実装よろしくお願いしますと思っておきます。
そして次、まあよく言われてるけど、フレンドっすね。まあこれはもう言わずもがな。もう言わなくても皆さんある程度伝わってるでしょ。だから最近は、最近去年だったっけ今年だったっけ、フレンドの上限が200人になったから、まあこの辺である程度は改善されてると思うけど、結局のとこまあ200人なんですよね。200人だから、うーん、まあ結局上限までフレンド作ってる人がどれだけいるのかみたいな。で、辞めちゃった人もさ、200人の中だと絶対いるから、その辺のなんか管理も大変になってくるからさ、やっぱその改善は欲しいよねと思う。あとはやっぱりこのパンデモニウムみたいな、こういうあの5属性同時にやってきてると、例えば火のフレンドはいますけど、この光のフレンドはいませんみたいな、なんかそんなんもやっぱり出てきたりするから、何かしらなんかフレンドの改善手段は欲しいかなと思います。まあぶっちゃけこれはね、いくらでもアイディア出せるから、なんか運営さんの技術的にできそうな範囲でなんか改善してほしいなみたいな、割とぶん投げだけどしてほしいかなと思いましたね。あとは細々とした修正なんですけど、こんな感じ、あのワクワクステッキじゃなくてワクワクチェンジのアイテムあったら面白いかなと私思ってるんですよね。やっぱりそのステッキって上書きじゃないですか。だからすでについてるワクワクの実を潰してその後でつけることになるけど、チェンジのアイテムもあってもいいかなぁとは思うんですよね。ちょっとこれいかがっすか。で、あとは進化神化弱すぎ問題、まあ重心化の時代なんで先見の書とかレベル解放とかいろいろあるけど、進化神化何もないし、来年にはガチャゲンの進化神化は全部消え去るんで、何かしらのなんかその補正手段がないと、降臨キャラと本当に重心化回とか重心化のキャラとの差が出てくるんで、この辺もなんか欲しいかなと思う。あとはこれ、ま、昔からすげえ疑問なんですけど、なんで鳥獣ってピックアップないの？初回だけ？劇中毎回ピックアップ3体ピックアップあるのに、鳥獣は初回だけじゃないですか。だからアルスランも今回逃したらあれなんですよね、今後だから 0.4% になっちゃうから、なんでこれはやんないのかなみたいな、これはものすごい疑問、なんかちょっと聞きたいなと思いますね。で、あとはこれなんか言ったことあるかな、ウェルカムクエスト、あのリセマラの時にオーブ50個もらえるクエストがあるんですけど、これねクリアするまでに多分20分から30分ぐらいかけてオーブ50個なんですよね。だからリセマラの効率超悪いんですよ。せっかくリセマラのなんか1回あたりのなんかものすごく高速リセマラできるようになったのに、ウェルカムクエストのクリアまでが長すぎて結局20分30分1回のリセマラにかかっちゃって、なんかこれもったいないなと思うんですよね。なのでこれ改善して、なんかこうなんか5分ぐらいでオーブ50個もらえて、なんかコラボのリセマラ10連集会みたいな、そんなのできるようにしてもいいんじゃないのかなと思いました。よかったらいかがでしょうか。で、いろいろ話していったけど、私がねこの不満のやつで一番最後に持ってきた、一番正直言ってこの1年で不満を持ってるものがこれです。こちらこれでもうわかるでしょ皆さん。もうね、アーキレットですよ、アーキレット。本当にこれはものすごく不満ですね。もう開発者さん目の前にいたらもうみたいな感じで、もうアーキレット出なさすぎ問題。これはねものすごくいろんな配信者さんも思ってるんじゃないかな。あのこれ何がやばいかっていうと、今までのなんかこういうクエストのエクストラステージ追加された時って大体の人がもう普通、そうだな、3日以内にはみんな動画出してるんですよ。勝った動画負けた動画でも何でもいいからみんな出してるんですよね。今回はマジで有名なモンストリー集団、あの皆さん普段見てる方思い浮かべていただいたら、半分くらいの人は動画出してないんですよね。勝った動画とか負けた動画でして、まず出会ってないんですよ。絶対に皆さん裏で頑張ってたと思うんですよね、初回のテーマは。だけど出してないってことはみんな出会えてないんですよ。そんだけこのアーキレットの出現率マジで低い、本当に。私もだって100周ぐらい、初回降臨の時100周20時間ぐらいかけてやったけど、結局出ないまま終わったから、もうなんかものすごい今モチベ低いもんなので、なんかもうちょっとこれの確率は上げてほしいかなと思いますね。だからまあこれに関しては確率上げて、あとは周回をもうちょっとなんかいろんな適正キャラ増やして簡単にしてくれて、じゃあくれ本当に。だから私ね、実を言うと、これね、クエストの動画誰も見てないんですよ。まあ、ちょっと画像は見ちゃったけど、あの、クエストの内容マジで知らない。で、あと、ルミナスレイとかのそういう友情もマジで知らない。人様の使ってる動画はもうサムネ見たちゃんがシュッって避けてるから。なんで、知らないんですよね。早くこれはね、クエストやりたいし使ってみたいんですけど、出ないんですよね。本当に。だから、これはね、もう早急に私一番改善してほしいのはこれ。だから、まあ、これはよろしくお願いします、みたいな。そんな感じとなってます。なんで、まあ、いろいろ不満を紛失して、よかったら届けばいいな、みたいな。まあ、運営さんはなんかこれ見ても、そのままやることは絶対にない、みたいなこと言ってたけど。いやー、早くやってほしい。確率も上げてほしいので、いや、よろしくお願いします。終わりました。すぐご微妙。